どうも、ミキミキスリムカレントです。ボーカル宮川義廉です。ギターの亮平です。ベースの城太郎です。ドラムの松本誠二です。はい、我々ミキミキスリープタイトルですね、12月6日にセカンドミニアルバムザ・マッシュ・マーケットリリースすることになりました。めでたい、めでたいよ、ついに。というわけでですね、それをリリースと記念して、はい、メンバーによる楽曲会すごくないかと思います。イエーイ、言っていこう、うん、いろいろあるんでしょ。いろいろあるよ、ね、というわけで、ね、今回は、はい、この曲。はい、今回はムーブオンについて、皆さんにお聞きしたいなと思いますよ。はい、お願いします。イントロからね、笑けるね。もう、そうだね、いろんなテーマが入りまくってますから、ね、今時こんな音楽をね、真面目にねやってる番組そんな多くないと思うんですけど、いいと思いますよ。それで、ね、90年初頭とかって80年代も入りますよね。メンバーみんなで作った曲なんですけど、そもそもテーマとして僕がなんかジンギスカンって曲あるじゃないですか、踊れるね、はい、昔からジンギスカンですよ。あれっぽいことをこのバンド流でやりたいって言って、みんなにそれぞれ得意な感じというか、だイントロもほら早速レンレンがラップがちょっともう、あ、ね、さっき言ってたね、もう自然にもう、そうそうそう、そうですね、ちょっと懐かしのトランスとかミュージックとかディスコミュージックの融合みたいな。そうですね、ジンギスカンのユーロビートと出会うと。そうです。どんな気持ちで歌ったの？いや、どんな気持ち。いやいや、気になるじゃん。いや、本当にユーロビートは実は大好きで。あ、そうなんだ。イニシャル D というあのアニメがあって、あ、その中で、なるほどね。あ、ユーロビートね、うんうん、めちゃくちゃ流れ、うんうん、その曲がめちゃくちゃ好きで、ギャグラップも入ってるんですよ。うんうん、その気持ちがもう本当自然に出ちゃって一発 OK なわけだ、ラップが。むしろもう言いたいぐらい。ドリブルしてたのね。ドリブルしてましたね、ほんとレコーディングで。クリームになってるから。ラップがね。あの差し込み方がもうちょっと90年代のあのバブル終わりかけぐらいな感じするもんね。そうだね。あの、こんな感じで入ってくる感じ。ちょっと声も変えて言ってる。好きな子。DJ コーみたいなね。確かにマーカンサーみたいなマスがこうありますよね。いや、あれは見事だなと思うし、うん、なんかこうこれも結構なんか地域感が違う感じの音楽に聞こえる。あ、確かにね。1曲目が、まあ、マカオザ・マシュマーケットの曲なんですけど、うん、それもそれでなんていうのかな、僕らの中ではその、うん、カジノとかのイメージとかバブル的なイメージがあって、うん、引き継いでるはずなのに、うん、またちょっと違う。これやっぱね、うん、北海道感がいい。北海道感がいい。ジンギス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 もう一瞬分かんなかったわ。広大な感じ、広大な感じ、ユーロビコーパシックになりました。でもあーじゃないよ。分かるよ、分かるよ。だからベースのこのオクターブで結構ずっとこの曲攻めてると思うんだけど、そのオクターブのね、感覚の広さも広大さを、いや、そのこのイメージで。はい、そうですね、モンゴル感なんでしょうかね、じゃあ、ジンギスカンで言うと、それとこう、モンゴルでユーロビート、そこからそのまま北海道まで飛んできましたって感じですね。はい、この曲はだって、ベースとかもめっちゃオクターブに対してるもん。いや、まあ、ミーダーがそうやってくれっていう、北海道感出してくれ。北海道のオクターブだとは、めっちゃ怖い。ベース的には一番は、まあ、プレベっていう種類のベースを取ってるんですけど、ずっと持ってるいいベースで。この曲のために7年ぶりに弦を張り替えた。そんなトピックだね。それが一番大きいと。変えてなさすぎ。変えてないのが大事なんだけど。だからそうだね。泣く泣く変えた。見たいの新鮮みたいなね。はい、っていうような衝動もありましたけども、はい、今回ムーブオンは以上のトークで締めたいと思います。はい、マッシュマーケットぜひ聴いてください。
次回も見てね。バイバイ。